最近夜遅くなるとコンビニの前でスマホカチャカチャやってる若い子たちが増えた気がするんだけど、街灯が電気消してるところ増えたのかしら。でも懐かしいわね、夜光虫って。おばちゃんたちの時代も夜光虫がふくよねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃん、どうしたの？なんかね、新種の深海魚が発見されたらしいんだけど、そのね、深海魚がやばいらしいんだよ。やばい？元 TKO 木下の YouTube 動画についた31万件のバッドボタンのこと？それの方がやばいかな。31万のバッドボタンって。やばすぎだよ。その動画よりはやばくないってことは、心臓の負担はかからなそうね。それじゃあ一緒に見てみますよ。先日の。あ、やばい、今リアルで。ごついの出たわ。あ、おばちゃん、どうすんの？鏡壊れちゃったんじゃない？大丈夫よ。この鏡はね、日立製だから叩けばまたね、起動するから。それじゃあもう一度行くわよ。真実の鏡や。画像、南極海の深海520から670メートルで発見された新種の深海魚がキモすぎる。もえ、なにこれ、強そうじゃない？え、これ海から発見されたの？飛んでたんじゃないの？羽っぽいのついてるよ。体の胴体がなんかファスナーみたいなのついてるから、これ小物入れっぽくね。目はないから、振動とかそういうので獲物を見つけてるのかしら。いや、でもちょっと近くに行ってみると顔怖い。エイリアンみたいじゃない。ラビはね、ヘルレーザーの目がなくて歯やってるやつに似てると思う。にちゃんでウィキに書いてあることアップしてくれてる人いるんだけど、南極のスケールワームとしても知られている巨大なポリノイドワームは、スケールワームの家族に属する海洋タモレのワームの種類です。この種は大西洋の海底で見られます。へえ、あ、よく見られるの。え、でも新種なんでしょ。その中の一種ってことなのかしら。これだけははっきりしてると思うんだけど、特ダネの小倉智明はこの海洋タモ類の中に入れないと思う。よくわからないけど。ああ、なんでかしら。でもおばちゃん、少しはわかる気がする。2018年だけど、こんなね、新種もね、発見されてるのよ。何これ、新橋で酔っ払ってるおっさんじゃん。日本で発見されてたらそう言われるかもしれないね。このね、鼻の低い猿はね、ミャンマーの北部で発見されたミャンマーキンシコっていうね、名前のお猿さんなのよ。それでね、雨水がね、鼻の穴にね、入りやすいのかね、雨降ると、くしゃみがね、止まらなくなっちゃうんだって。それでね、そのくしゃみを避けるために、雨降り出すと、頭をね、膝のね、間にね、挟んでね、中に入らないように避けるんだって。また、髪型が遅れたベッカムヘアで可愛いね。南アフリカとね、ボツワナにね、隣接するナミビアというね、砂漠で、カリフォルニアのね、研究チームがね、発見したこのゾウトガリネズミって、実は遺伝子がゾウにとっても近いんだって。ネズミというよりも、ほとんどゾウの遺伝子なんだって。それはすごいぞ。ラビちゃん、あと1枚のイエローカードで、この家から叩き出すわよ。あ、それでね、
インドの西ガーツ山脈地方で発見されたこのパープルフロッグっていうのはね、実は常に土の中で生活してて、シロアリとかを食べてね、生きてるんだって。で、このねカエルちゃんはね、発見するのがすごく大変らしいわよ。インドのカルナータカ州西ガーツで発見されたハリーポッターのね帽子に似てるエリオビクシアグリフィンドリっていうね、またの名をハリーポッタースパイダーって呼ばれてるやつがいるんだけど、これ変わってるでしょ。でね、夜行性で昼間特に変わってるんだけど、体をねぐしぐしにね、なんていうの、へこましたり伸ばしたりいろいろして、枯れ葉のようにね擬態化しちゃうのよ。あれがこれになっちゃうのよ。すごいっしょ。おばちゃん、ちょっとお風呂だから可愛いのない、気持ち悪くなってきちゃった。それじゃあモコモコ足すしかないわね。これなんかどう？あ、これ知ってる、モコモコでしょ。そうよ、これはね2009年に発見されたのよ。南米のねベネズエラのところで、このねモコモコはね今犬のねプードルに似ててキャーって話題になったじゃない。テレビで紹介された時さ、あまりにもこのお姿が可愛すぎてキャーってなったけど、動く動画見てやっぱりガジャン打たしちゃってみんななってさ、すごい失礼なことしたわよね、このモコモコさんに。ボルネオと発見されたこのキリギリスなんかすごく綺麗でしょ。あ、それがラビちゃん、日本でもね新種のあるものがね発見されたのよ。新種のあるもの、何それ。じゃあちょっと待ってて、久しぶりあれ呼ぶから。アマドゥーン、アマドゥーン。アマドゥーン、あれ出してちょうだい。何これ。新種の筆箱よ。へえ、筆箱、何やってへへへへへ。え、これ筆箱？嘘、鬼のように使いづらそうなんだけど。注目を浴びる以外一切機能がついてないっていう。斬新でしょ。え、こんな筆箱おばちゃん欲しくなっちゃうんだけど。だって足入れる部分邪魔ですよ。これ邪魔ですよ。マジの言う通り、これさ機能は邪魔だけど欲しいね。ちなみにスリッパもあるわよ。一週間ぐらいみんなの話題はさらうけど、それ以降ってみんな飽きると思うよ。でもね、ラビ、それでも欲しい。ファンクね、最近見たニュースでこれが一番驚いたよ。あのね、画像、迷彩服のステルス機能やばすぎだろ。わら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 。いや、これはわからんよ、近く通っても。この近く通ってファンクヒットされる自信あってんよ。これ確実にわからないで通り過ぎてねえ、後ろ向いてるところにズバッてやられちゃうでしょ。これは、今ステルスってこんなことになってんの？もうプレデターじゃない。この機能、ファンクが20の時に欲しかったな。まあ、話しようかな。長くなっちゃうけど、いいですか、皆さん。ファンクがね、20とか21ぐらいだったかな。付き合ってたね、当時の彼女がね、まあ、鬼ピッチで、サーファーっぽい人がいればすぐついてっちゃうのよ。でも、ファンクもどうしようかなって悩んだのよ。周りがね、もう早く別れろって言うから、まあ、その話を切り出したら、もうあまりにも泣かれちゃって。でね、そういう時ってさ、普通、許してよって、もうしないからって言うんだったらまだわかるじゃん。もうそういうことしないからって言えなかったと思うのよ。あなたもそういうことしていいからって。余計ぶち切れたんだけど。でとりあえずじゃあちょっと考えさせてと、まだ付き合ってるか付き合ってないかの中間だったのよ。
その時にね、後輩の子がね、当時ね、京橋高校って知ってます？中央区のね、晴海にあるんだけど、そこさ、ファンクの時代、今共学だけど、お姉ちゃんめっちゃいたのよ。で、学園祭、ファンクさん来てくんないっすかって言って、どうしてって、集まってないのって言ったら、いやー、今年男あまり集まんないんですよね。っていうのを聞いて飛びついたのよ。どうせさ、ねえ、まあまあ、それいけないですか？でも昔の話ですよ。それで後輩から一緒に写ってる女の子たちの写真見せてもらったのよ。いや、まあ、たまんないほど可愛くてさ。なんか、スクーターでね、近くにバイク止めたんだけど、そっから学校周辺止めれなかったのよ。だから、そこまで歩く間、もう、バッツになってね、めちゃくちゃ男になっちゃってさ。それほど写真可愛かったのに、紹介もしてくれるって言ってたのよ。それでも、意気込んでさ、後輩、もんと待ってて、で、一緒に入ろうとしたら、後ろからね、パンクって声かけられたのよ。誰？って振り返ったら、当時のその彼女の友達の妹が立ってんのよ。え？なんでお前このとこいんの？って言ったら、いや、私ここ通ってんだよ。それで、ファンクの後輩ってさ、まあ、女の後輩なんだけど、めっちゃ遊んでんのよ。それで、ファンクもう切れて、いや、お久しぶりにちょっと、まあ、違う女性でも見ようかなっていう、社会勉強ですよ。やましい気持ち一切ありません。でも、その、一緒にいた女の子が、まあ、めちゃくちゃ、遊び回ってんのよ。そのとかも、ビッチさなんか、もう、かすんでしまうぐらい遊んでない。で、それと一緒にいるから、なんかおかしいぞって、その妹は思ったらしいのよ。で、ほんと何しに来たのって、ファンクに聞いたから、いや、全然ね、たまたま通りかかって、なんか、ね、運動会とか、学園祭わからないけど、なんかやってるから、ね、何やってんのかなって。ちょっとね、見学だよ、見学。でそんな風に言われてしまうじゃん。女の人って大体わかるじゃん。ねえ、いくら、〇〇さんがね、まあ、遊び歩いてても、別れてないんでしょ。それはあの頃の、ちょっとさ、めちゃくちゃ怒られて、いや、もうほんとごめんなさい、もう、いや、ただほんと言っただけですって言ってたんだけど、密告しやがってさ、で、すぐ来て。いや、もう、大喧嘩ですよ、ここで。で、結局、ワン君何も言えなくなっちゃってさ、半年間延長ですよ。元カノは遊び回ったな、もう。その、ちょっと、だって、ファンクだけその件めっちゃ責められましたよ。半年間、ずっと。あんたはね、私を裏切ってんのよ。オタクなんか一回じゃないじゃないなんて言えないぐらいめっちゃ怒られてさ。弱みをもう見つけたみたいな感じになっちゃったのよ。当時、ファンクこの機能あったらね、青春もっと謳歌してたと思う。雑誌で言えば青春ウォーカーズですよ。東京ウォーカーじゃないですけど、青春ウォーカーですよ。フェイスブックですごくもう連投する人いて、ごめんなさいね。インスタとかでも今来てんだけど、だからダイレクトメッセージとかお返しできてないんですけど、他の人のメッセージとかもう、ごっちゃ混ぜになるぐらいいっぱい来てるから。なんか、噛みついてくるやついんのよ。で、ちょっと今、お読みしてよ、いいかしら。お前、恋愛相談とか乗ってっけど、豚が答えても何の解決もなんねえよ。彼女と言って動画映ってんの。妹か誰かだろ。嘘つくな。何なしのアンチさ。まあ、ちょっと名前は伏せとけよ。私のアンチにしときますよ。あなたのせいよ。あなたのせいでまた昔の写真出そうよ。みんなお腹いっぱいっていうのは知ってるよ。知っててもね、久しぶりに出したいの。こういうコメントあったのね。そんなのすがってるなってよく言われるけど、じゃああと何にすがるのよ。本当にもうすがるものなんてないわよ。もう過去しかないの。
ちなみにね、前にいる可愛いボーイはね、うちの姉の子供よ。うん、で、まあ、このビジュアルでしょ？で、ね、悪いことばっかりやってたじゃん。当時よ。うん、モテないはずないよ。ね、しかも、もう片っ端から新宿、渋谷、池袋、六本木とか、もう毎晩毎晩ナンパしまくってんだよ。モテないはずないですわ。お腹いっぱいってね、常連さん言ってると思う。あなたのせいですよ。このね、写真ね、昔いっぱい出したの。それでもう、わかったよってみんな言われたの。それでも出し続けて、いい加減にしようと怒られた写真なのよ。またあなたのせいで出したんだからね。なんかね、ブイブイ言わせてたわよ。あなたもなんかね、そんな、カチ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 してないでね、書き込みして。てか、あなた、精神を、謳歌しなさいよ。なんかそう思う。一人でテコテコなんでしょ？知ってるわよ。もう、毎日、録画した、冴えない彼女の育て方っていうあのアニメ、何度も見てんでしょ？って胸キュンしてんでしょ？で、お風呂も入らなくて。ねえ、よしちゃん。いつになったらお風呂入るのって、ママにいつも怒られてんでしょ。パンツぐらい変えなさいよ。テカテカですよ。それなんだね。ファンクにいくら言っても、マジでね。これは変えられないの。昔ね、ぶっちゃけ本当にガチでモテた。で、ナンパって言っても、個人でおのおのナンパしたとかするんじゃなくて、先輩とかが、だからちょっと女声かけてこいよって言って、もうそれで、吉本の若手芸人みたいなもんですよ。でも次から次へと成功するまでさ、声かけまくるんだよ。だがまあモテなはずないですわ。もうぺしゃり立つもん。インターネットってさ、煽ったりするといろいろ事件とかあるじゃん。だからワンコンあまりね、きついことは言いたくないの、あなたに。ただね、なんかすごく言いたいの。夜中にしかコンビニ行ってないんですよ。で、昼間に若い女の子たちがいて、で、あ、可愛いなと思ってたけども、お家渡されるとき、ちょっと、極力触られないようにさ、嫌な顔して、お家受け取れ、渡されたときから、あんたもうコンビニも行けてないんでしょ？で、なんで俺にこんなひどい対応するんだよって、あなたは怒ってるかもしれないですけど、あなたはね、そのね、コンビニを訪れる前に、テコってなくても、店員の人から、あ、こいつテコってるわっていうオーラ出してる人いんのよ。あなた多分そうだと思うのよ。全部想像で話してるよ。あなたのこと知らないし、どんな人かわかんないけど、でもこんなにいっぱい書いてくるってことはそうだと思うのよ。ファンクはあなたを煽るつもりはないですよ。煽るつもりはないけども、もし店員の人にね、下げられたら、テコってそうな野郎だっていうふうに思われてると思うのよ。これでもファンク、元ファミリーマートの店員やってたことあんねん。イカの匂いはしなくても、イカの匂いがしそうなオーラをまとう戦士っていうのがいるのよ。あんた多分、そういう戦士だと思います。戦士がね、戦う場所は、ファンクのところじゃないと思う。戦場だと思う。もっとね、自分に磨きをかけて、それで次がコンビニ行ってね、うわ、こいつ来てるわって思われるからよ。ね？戦う場所が違う。以前はもう3ヶ月間ね、ファン君に粘着していろいろ書いたんだから、初めてあなたに答えるけど、一度ぐらい言わさせてたよ。あなたはソルジャーよ。それだけはここまで。ジャニー。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。